やあどうも、ベンゼンです。前回の動画では、YZ 平面に位置する面は一体何面なのか、またそれに絡めてミラー指数における比の簡単化の是非について、説明してきました。今回の動画では、これまでの補足として、面を平行移動させる時の注意点について紹介しようと思います。ミラー指数に慣れている人からすると、なんとなく直感的にわかることかもしれませんが、ミラー指数の取り方がいまいちピンとこない人へ向けた補足みたいな感じですね。少し物足りない内容かもしれませんが、休憩と思って見てみてください。では早速、見ていきましょう。さて、突然ですが、ミラー指数を求めたい面が XYZ 軸の0を通っている時の考え方、覚えていますでしょうか？そうですね。各軸で値を取れる場所に平行移動させる、でした。でも、この説明を聞いてこう思った人もいるんじゃないでしょうか。移動量によって面変わるんじゃね。って、つまりは、前回やった YZ 平面を例に考えた時に、ここから X 軸に半分だけ移動させれば200だし、1移動させればもちろん100だし、比の簡単化をすれば同じ面になると反映、取り方によって指数が変わるのはちょっとまずいんじゃないの。って話です。もっと限定的な話をすれば、例えば X を 1.5 できる200面があった時に、ただ平行移動させる、というのが求め方として正しいのであれば、300にもなりうるよね。でも、100と200は幾何学的に等しかったとしても、200と300はさすがに一緒じゃなくね。ってことです。伝わりましたか？この問題を解決するために必要なのはただ一つ。面感覚、という考え方です。考え方なんて大層なこと言いましたが、その名の通り、面と面の感覚のことです。逆講師とかを勉強済みの人からしたらお手のものですね。初めて聞く人のために練習してみましょう。一辺 A の講師において、100、面の面感覚、200、面の面感覚、110、面の面感覚はそれぞれいくらになるでしょうか。考えたい人は一時停止してやってみてくださいね。答えはそれぞれ、A、2分の A、2分のルート 2A です。これはミラー指数というよりも立体の計算の話なのでさほど難しくはないと思います。そしてこの面感覚がどう効いてくるのかというと、ミラー指数を取るときに平行移動できる距離、が面感覚なんです。具体的な話をすると、100を求めるときに移動できるのは A ですし、200や110に関しても先ほど求めた面感覚が移動できる距離となります。だからこそ、100が Z 軸を通るときに平行移動するのはここかここの面になりますし、これまでやってきた200や300も同様です。どうでしょうか？平行移動に対するモヤモヤは晴れてくれましたでしょうか？ちなみに、面はわかってるけど面感覚がわからない時に原点を通るまで平行移動させた時の距離が面感覚になります。もし困った時には使ってみてくださいね。遠いところに面がある場合には使えない技ですので、ご注意を。さて、ここまで面感覚とミラー指数の関係性についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？本当に申し訳ないのですが、あと1本だけミラー指数の動画にさせてください。実は次のテーマが決まっていて、そっちも作りたい気持ちがあるのですが、伝えそびれていたことがありましたので、次回に回します。というか厳密には、動画を作ろうとした時に明らかに長すぎることが判明したので、後編として話そうとしていたことを先送りにした感じです。でも今回こそは、本当に次で Q&A が一旦終わります。はじめは一本で終わらせるつもりがこんな長々となってしまい申し訳ないです。でもミラー指数ってみんな困るとこだし、少しくらい丁寧にやってもいいよね。こんなこと言ってるから長くなるんです。皆さんの時間を取りすぎるのも良くないので、そろそろ終わりにしましょう。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。